今回の対戦カードはこれだ。お、同じ D 級のプレイヤーか。これはちょっと勝てそうだな。今連敗中だからね、ちょっと勝ちに行かないと。田口先発で行こうかな、調子いいしね。オーダーはこんな感じで行こうかな。今日はちょっと調子が悪かったんで、阿部をスタメンから外してね、マギー DH、吉川をセカンドっていうのをしてみたんで、まあ、それがどう出るかだね。まあ、阿部は代打で使う予定なので、狭い球場やからね、行こう行こう。相手は1勝1敗か。こっちは今2連敗中だからね、それを止めなきゃちょっとね、1位になんてなれないよ。前回やっぱ S 級プレイヤーにボコボコンされてなんか歯車狂った感じしたわそこから勝てねえんだよな。まあ、ここはほんと狭いんで一発を狙う野球が一番いいかもしれない。当てて、ミスとかねえか、ミスとかねえか。いや、なんかあった。なんだろうね今の、なんで投げなかったのか知らんか。まあ、なんか助けられたか。さあ吉川の打球は、うわー、ビッグプレイだ。もうあれ取られるんだからね、ヒットが台無しだよ。マジでうまいな、よく取れたな。あー、よし、声も抜ける。 OKOKOK。 うわ、これミスなければ1点入ってるかもね。後から言ってもしゃあないけど、まあそもそも最初の出塁もなんか相手のミスで出れたからね。互いにミス出てるんだ。村田パワーはあるぞ、独立リーグで頑張ってるんだ、ここでも頑張れなんて言ってたらクソみたいな凡退かましたわこれはプロ野球選手じゃないですね、納得ですわ。一回点入れられず、もったいねー。さあこちらも守らないとね。ああ、もうファーストストライク、ボールから入るか。これもボール。ちょっと茂木は足早いんで塁に出すとクソ迷惑よ。打ちました。狙ってくるね、初球から。ファーストストライクだったんだけどね、今の。これも外れる。まともに行ってほしいとこ行ってないんだよな。制球クソか。正面正面正面、 OK。 今日は一塁ギャレット起用ですからね。今やもう日本にいない選手ですけど、個人的に好きだったんで使ってみますよ。パワープロでも能力はそこそこ高いんでね。これはセーフティーバントもアウトだ。簡単に決まると思うなよ。3番にオコエなんだね。他にもっといないペゲーロとか、まあ、守備を重視したオーダーっていうことなのかな。ほんでそのお声に打たれたら元も子もないわな。あかん、盗塁も仕掛けてくるんじゃないの。なんかさっき盗塁がどうのこうの言ってたよ。うん、でこれはまあいいでしょう。とにかくさせないようね。ここも盗塁、小林。あー、でまたなんかいろいろと誘い出してきそうだが、アウト。ほら、ダメんじゃねえ。すぐ返球しないことね。いろいろと惑わしてくるので、なんか機動力を生かしてくるね。俺の苦手な野球タイプか。まあいいでしょう。こっちは一発ドカンと打つね。そんなちょこまかちょこまかする必要がねえんだ。かかお前はというねツッコミもあるよ。こっちはもうゴリラ野球だ。とにかくパワーを生かす。落ちる。いじりさは一塁手で使ってるからでしょ。なんで一塁だよ、意味がわかんねえ。本当多分機動力を生かすためにサブポジ持ってない選手も守らしてるんだろうね。うわー、でその結果ゲッツ打ったらダサいよ。はい、フィルダースチョイス、ありがとう。ミスミスミスだらけだな。そんなんで勝てると思うなよ。これは絶対取るよ。うわー、ちょっともったいない。どこへいるとこ打っちゃダメだわな。こいつはうまい。ヒットもヒットじゃなくなる。今日はキャッチャーに宇佐美。宇佐美の打球はこれも外野フライ取れない。ギャレットだ、パワーを生かせ。パワー B だよ、めちゃくちゃ高い。いやー、入らなかった。相手のミスあったのに。2イニング続けてね、相手ミスってくれてんの、そこから取れねえってどういうことだよ。俺が下手くそだからだよね。危ない危ない危ない、怖い。今急に強振に切り替えてきたね。ほら、これも急に強振に切り替えてきてる。ミート打ち方を思わせてそれを狙ってくるんだよね。ちょっと厄介な相手だよ。ほんと D 級か、 D 級とは思えないほどの腕やけどね。取れない、連続して打たれてるよ。ストライクゾーン投げたら打たれてんじゃねえかよ。これちょっと厄介だね。よしよしよし、当てて。やっぱ外すらはクルクルだな。さあ次は何で来るか。外れた球は絶対振ってこないからね、どのオンラインユーザーにも言えるけど。ギリギリ外れないと。これ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 、
あ、いや、もういいわ。一つアウト取って、オッケー。そしてバッターは岡島。どうしよう、外野前進でいっとこうかな。いや、やっぱ強振に来てるからね。これ定位置で OK だわ。変にいじることによってヒットになる。あ、まっ、いいが、ファールかー。キャッチャーフライでよろしくって感じ。バットを出しません。もう完全なボール球。お、ここでエンドランか。これなんか仕掛けてきたんですけど、怖いわ。打ちました。と、取って、坂本取って、投げて、アウトにして、オッケー。あぶねー。ほんとドキドキだよ。互いランナー出してるよ、ここまで。一発が出てない。ここはほんとね、どっちも一発打ちまくる球場なんだからね。一発がないと面白くないでしょうね。はい、完璧なホームラン。狙ってましたよ、ずっとね。ようやく打てた。先に取ったな、こっちだ。まあ、相手も狙ってきてるからね、非常に注意が必要だよ。今のはね、もう確定演出ですから、どこでも打ってもう入るホームランだけど。ただここの場合本当他の球場じゃ入らないでしょっていうのが入るんでね、地ホームランが多いんで。外野フライがホームランになる球場ということを考えればこういう展開もありえるよね。おいえーす、観客にボール届けまくりだ。うおー、でどうだ、これもどう、 いやでもでも、あー、いってない、あわやだ。さすがにこれが入る世界はないか。まあでも2点取りましたね、ホームランで。いい形だ。おー、で、まぎまぎ、村田だ。あ、ギャレットだ。取れた、取れた。もう守備固め送るのもありかもしれないけどね、この2点で逃げ切りっていうのも。まあでも、やっぱここの球場はもっともっとド派手に取ってね、なんならコールドだって多く決めてきてますから、過去の対戦でね、それを狙っていくのはありかもしれないね。長々とプレーするよりかは、早々と5点差開けて、そして勝つ。正義は勝つ、ジャイアンツはいつも勝つ。負けとるけどね、連敗中やけど、今日は勝つってことよ。ナイスピッチ。おー、イエス。お、もう本当にふざけるなよお前。いや、練習足りなさすぎだよ。どこの倉本さん。いや、倉本さんじゃねえよお前。何してくれてんねん本当に。いや、倉本送球うまいからね、バカにはできないよ。ほんでお前このヒットじゃねえかよ。もう坂本のクソみたいなミスから始まるんだよそういうのは。あれ、ホームアウト、アウトだ。いろいろとね、惑わしてきてるけども、結果アウトにできてる、今のところはね。走塁面でかき乱してくるね。今のも絶対アウトになるって分かっててきて、誘い出してホームに行こうとしたもんね。愛しいプレイヤーだが、勝ってんのはこっちだ。冷静にプレイすることね。ちょっとエラーでカチンと来ちゃいましたけど、あそこは冷静に対処することができたよ。3回0、あ、4回ね。ま、抑えよう。今、ひたすら抑える時間だ。ちょっと田口もう変えた方がいいかも。まだいけるかな。まあいけるかな、見てる感じで。結構打ち損じてくれてるので、まあ、変に変えることによってそこからね、田口以上に打たれる展開もあるかもしれない。ピンチ招きながらもなんとか踏ん張ってるっていう状況だからね。田口が取って、 OKOK、 坂本を任すな。あいつは送球面怖すぎる。わりかし送球怖い選手よ坂本って。リアルでもね、うん、ぶっちゃけ送球のマイナス能力ついててもおかしくないくらいだよ。坂本のエラーって全部それやからね。あー、でも陽大館の守備範囲助かった。まだ勝ってます。次勝ってるかどうか分かんないけど、今んとこ勝ってます。ちょっとあのスローカーブ手出さないようにしないとね。あれでだいぶ抑えられてる。うわー、さっきまでスローカーブ連投だったのね、ここで全力を使ってくる。なんか裏読まれてるような気がする。はい、ありがとうさん、狙ってました、そのフォーク。そう、いかないが、ツーベース。行ってほしかったな、今のね。完璧に捉えたんで。まあ、でも、ランナー二塁で、吉川。で、流してうまいバッティング。確実に3点目は取れます。これ絶対だ。俺が言ったら絶対なんだ。ピッチャー変えてくる？来ますね。誰だろう。まあ、いっぱいいますからね。松井勇気を出すか。チャンス、ピンチに強かったりするクローザーなんで、正解っちゃ正解じゃない。はい、ありがとうございます。こういうこともよくあるんでね、人と人の対決やからね。ありがとう。この回一気にコールド決めれるかもね。5回、そういうチャンスだよ。いや、今もゲッツー覚悟したけどね。まあ3点目は入るだろうと思ってたけど、こんなことになるなんて。
はい、よし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 、オッケーオッケーオッケー、確実に4点目を取る。さああと1点でね、コールドン必要な得点がゲットできますから、連敗止めれるよ、取れればね。わー、ここも抜けていくがアウトだわな、まともに捉えられてないわ。あーで、どうだ、あっ、おほほほほ、今日は何やっても相手ミスな一日だね。はい、いただきました、ゴールドン必要な5点取れたよ。イライラだと思うわ、俺ならもうコントローラー破壊してるね、真っ二つだよ、ボブサップのごとくね。カーンって割ると思うよ。これはちょっとね、勝ちって言っていいのか分かんないけど、まだ勝ったわけじゃないですからね、抑えないと。コールドン必要な得点は取れたけど、あと3つのアウトね、確実に取ること。まあもう田口でいいんじゃないかな。相手も今かなり頭に来てると思うんで、これボール球も多少振ってくれないね。あれ見逃されるか、めっちゃ冷静にプレイしとるね。機械かロボットか鳥谷か、プレイヤーが鳥谷なことあんのかな、やってないでしょパップないと思うんでね。まあでも一つ、オッケーオッケーオッケー。いやーでもこういうの振るとこ見るとやっぱ少し冷静にプレイできてないんじゃないかなと思うけどね、わりかし選球眼で見てきてたユーザーなので。本当そういうユーザーが多いよね、基本球数見て耐久して打ちに来るっていうの。俺みたいなプレイヤー珍しいよ、初球から手出しまくるやつ。もうお前ももう登場人物みんなこれもう何してんだよ、あの三遊間ゴミみたいな三遊間やで。はい、ゲツゲツゲツ、はい取れた、はいこれで終了、コールド勝ち。今日負ければ3連敗だったんですけどね、なんとか勝利で飾ることができたコールドゲームですね。ただ勝った感じはあまりしてない、なぜか相手のミスで勝っとるからね、なんかこっちの実力で勝ったって感じがないでしょう。ほんと相手ミスミスだらけでしたからね、ここまでエラー溢れるゲームもないんじゃないかな。とにかくそのエラーがこっちに起こらなくてよかった。早急ミスもあったけどね、こっちはね。大事な場面ではミスってないですから、本当相手はそういう部分でミスってくれたのでね。まあ、同じランクのプレイヤーでしたけども、なんとか久々の勝利ですね。あの S 級プレイヤーに負けてから、なかなか勝つ喜びというのを味わえなかったんですけどね。これでまた一つ順位を上げましたよ。ちなみに先ほどのゲームがですね、今大会ちょうど10試合目のゲームということになったわけなんですよ。まあ、最後勝つことができて、今大会の通算成績は5勝4敗、1引き分けとなってます。一つの貯金を埋めてるが、負けてたら負け越しで終わってたね。その展開は回避できたのはいいんですが、まあもちろん今大会はまだまだ続いていきますし、僕もまだまだプレイしていきますからね。現在 717CP で順位で言えば471位、こんな順位で満足できるかっちゅうね。1位だけを目指してる人間が471位でバンザイバンザイなるわけないよね、なのでこれからも多くの激闘をね、今週プレイしていく予定なのでね、次回の動画も楽しんで見てくださると嬉しいです。オンラインであったら一つよろしくお願いします。グググググバイ、また会おう。